つや出しはお好きですか？はい、皆さんこんにちは、こんばんは。シュムチャンネルのシュムです。はい、本日の企画は僕が普段愛用している内装つや出し剤クレ工業クレポリメイトデラックスについてご紹介したいと思います。使い方はとても簡単で、ツヤ出しと帯電防止が入っておりますのでおすすめです。本日は未施工と施工の部分をこのマスキングテープで境界線を作り、皆様にお見せしていきたいと思いますので、よかったらご参考にしてみてください。それでは本日もザクッとやっていきましょう。はい、それではですね、まず何もしていない GS の車内の様子を一回見ていただきましょう。まずはこのクレポリメイトデラックスの説明を簡単にいたします。クレポリメイトデラックスはクレポリメイトが持つ保護ツヤ出しなどの各種性能をグレードアップさせ、新たにクリーニング&除菌効果をプラスしたクリーナー&保護ツヤ出し剤になります。それではまず、まあ僕が普段このクレポリメイトデラックスを愛用しているんですけども、いいところをお話しします。このいいところはクリーナー成分もあるんで、ちょっとした汚れなんかでも一緒に拭き取ることができます。そしてこれすごい液体なんですけど、シャバシャバなんですよね。ですんで、まあベタつきがないっていうのがあります。僕はまあ車の中には芳香剤を愛用しているんですけども、やっぱり他の匂いが混じっちゃうと嫌なので、そこはもう完全に無香料っていう感じで匂いがありません。そしてこれするとかなりツヤツヤになります。それでは早速ですね、皆さんに実際にこれを使用した時の比較の方ですね、見ていただきましょう。はい、それではですね、今回まあ施工するのが分かりやすいようにここら辺から施工していこうかなと思います。このマスキングでね、こんな感じで境界線を作りました。でまずはですね、ダッシュボードの方で比較の方やっていきたいと思います。普段ね使用しているこちらの商品なんですけど、まずは振ります。こちらのマイクロファイバークロスの方に吹き付けます。はい、こんな感じ。結構ね、ほんとシャバシャバの液体のスプレーっていう感じで、白くちょっと透明ような感じの色合いです。このようにこうやって塗り込んでいくだけですね。こちらダッシュボード、プラスチックではないんですけど、まあちょっと柔らかいような素材になってて、ダッシュボードの上は合皮なんですけども、合皮もやっちゃって大丈夫です。はい、本側はいけないので注意が必要です。はい、ちょっともう一回やりましょう。まずはこのようにしっかりね塗り込むって感じですかね。で、だいたい塗り込んだら次は軽く拭き上げます。乾いたタオルで軽く拭き取るっていう感じですね。サラサラなんですよね、これが。はい、こんな感じです。触った感じもね、サラサラ。あ、全然違うね。こっちはすごい指がちょっと止まるような感じですけど、こっちはなんかサラーって感じで流れていきます。それでは施工と未施工でどう違ったのかご覧いただきましょう。はい、どうでしょう。こちらが未施工部分で、こっちが施工部分ですね。こっちちょっと黒々しくなったくないですか。こっちはちょっと明るい白っぽいような感じ。はい、上とかもね見たら分かりやすいかもしれません。こちらとこちら、こちら未施工でこっちが施工。こんな感じでね、結構黒ツヤが出るんですよね。はい、こっちサラサラなんですよ。でこっちはもう指がちょっとクッククってなる感じだけど、こっちはサーっていく感じ。こんな感じでね差が出るんですよ。はい、続いてはドア周りの方もやっていきます。ここで音声が切れたので、代わりにアフレコをします。こいつが施工しているのは左側だけです。見てください、このタオル黄色いでしょ。何回拭くねー。今から空拭きをするみたいです。
それではご覧ください。左側は飛行しています。右側は何もしていません。意味わかりましたね。手柄もスリップしてたみたいです。これはめっちゃわかりやすいですね。はい、それではいかがでしたでしょうか。今回ね、こちらのクレ工業さんのクレポリメントデラックスという商品のご紹介でしたけども、使い方もね、すごく簡単で、あっという間にツヤツヤの内装ができます。商品価格もお安いので、こちらの概要欄のルームリンクの方からご覧いただけるようにしておりますので、よかったらそちらからご確認してみてください。今施工した状態なんですけども、結構ね、古い車両でしたらダッシュボードが割れたりとか、ひびが入ったりっていうことがあったりするじゃないですか。そういったのもこちらの商品には UV 吸収剤が紫外線による色あせ、ひび割れを防ぎますと書いてありますので、予防としてもね、効果があるんじゃないのかなと思います。ぜひね、こちらのクレポリメントデラックス、よかったら皆さんの内装ツヤ出し剤のご参考にされてみてはいかがでしょうか。はい、それでは本日の動画、もし参考になったなと思ってもらえましたら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。you